その落下でよく助かるな。誰？もしもーし。ジョーちゃん、いつまでもほうけてる場合じゃないぞ。え？ここは？さあねー。生きている。怪我もない。人がいる。パンクな女。てめえら誰だ？ここはどこなんだよ。巨漢。俺たちも知らんだぎゃ。落ち着けって。作業着の女。どなたか説明できる人はいないんですか？エプロンの男。何が何だか困りましたね。ほとんどが取り乱した様子でこちらに気づいていないようだ。一体何が起きているんや。少し冷静な人たちが左側で話し合っている。なんじゃ？なんかとんでもないことに巻き込まれた感じやな。ええ、そのようですね。あれ？この人どこかで。ちょっとバケツかぶってますけど。うずくまった女の子はひどく怯えている。何があったんだ。中央では一人の男を中心に話し合いをしている。ちょいと待てって。ここはまずお互い知ってることを確認するべきだ。そんなこと言ってもここだとどこかもわからないんですよ。スーツ姿の男。先ほどひどい目に遭いましたから冷静ではいられませんね。 だいぶ混乱しているような。あれ？ジョーか。あいつまであの首輪をしているのか。ある、何かが。首輪？取れない。バトルロワイヤル。この場にいる全員が何者かに首輪をつけられている。右に目をやると特に取り乱した女性が目についた。ガー！私たちは拉致されたんだ。イカれた連中に。変わった子供。うるさいニャン！近くで叫ぶなワン。どっち？ニット帽の男。ちょっと喧嘩は良くないよ。この人なんか最初のあのシルエットの人に似てるような。小学生くらいの子供もいるのか。私もようやく頭のぼんやりが覚めてきた。この場にいるのは私を含めて11人。みんな共通して首輪をつけられている。ジョーはなぜこっちに来てくれないんだ。私が起きたことに気づいていないのか。殴りかかる。ジョー、よかった、無事だったんだな。まさか記憶喪失か、この反応。あんた誰だ。何の冗談や。何言ってるんだ、サラダ。友達の顔を忘れたのか。まさかこいつ本気で私のことを知らないとでも言うつもりなのか。もしかして水泳が大の苦手のサラさん？ ジョー、こんな時に冗談やめてくれ、ジョーだけに。へえ、ジョー君とサラちゃんね。2人は友達なんだ。はい、そうですか。内弁慶。助かったよ。ジョー君、なかなか口を割らなくてね。何を警戒してるのか、名前も教えてくれなかったからね。よーし、みんな、話を聞いてくれ。多分、俺たちはみんな同じことを思ってる。ここはどこなんだ？なぜ自分は連れてこられたんだ？分かっているのは自分が何者か、くらいだ。何が言いたいのでしょうか？自己紹介をしようじゃないか。お互いの不信感を少しでも払おう。自己紹介ですか。
それしかないだろう。ね、サラちゃん。気持ち悪い。え、私に振られても。慣れ慣れしく呼ばないでほしいですね。サラちゃんはやめてください。ならなおさら自己紹介するべきだね。他に呼ぶ方法がないんだから。よし、心構えができたら自己紹介タイムといこう。サラちゃん、声かけてね。自己紹介タイム。静観する男性たちと怯えきった女の子がいる。あの怯え方は尋常じゃないぞ。じゃあ自己紹介タイムを始めようかい。自己紹介。自己紹介なんてすごいシステムな。大げさな。つうわけで俺たちはお互いよく知るべきだと思いまーしゅ。にゃんで知らないおじさんに個人情報を教えたらいけないってママに言われてるわ。素晴らしい。親の教えを守るしっかりした子ですね。しかし確かに今は緊急事態。ならば我々大人が怪しい人間ではないことを証明しなくてはなりませんね。うわぁ、怪しいわ。仕方がありませんね。何から話せばいいでしょうか。自己紹介って言ってるけど。はい。なあに、簡単なことでいい。名前と職業を順番に言ってみよう。議題を選ぶとかやめるとかできるんだ。そう来なくっちゃな。わかった。警戒してるやつは後回しでいい。言ってもいいやつは挙手してくれ。はい、私は三島和美。とある高校で教員をやっておりますね。え、学校の先生やってるわん。世も末にゃん。とほほ。私はヤブサメレコだ。シンガーソングライターだ。あ、なんかの雑誌に載ってんの見たことあるぜ。あんたがあのヤブサメレコ。なあ、今そんな場合か。すいません。私は佐藤海です。何の変哲もないシェフです。その後ろの道具は何。フライパンにお玉にフライ返しですね。そうじゃなくて、俺はバーガーバーグ九太郎や。野球選手やっとるじゃ。二軍やがな。ほわー、だから大きいんすね。193cmじゃ。力には自信あるぜ。他に言いたい人はいないみたいだね。それじゃあサラちゃん、詳しく話を聞きたい人にいろいろ尋ねてみてくれるかな。え、私がすか。うん、俺みたいに警戒されてないし角が立たないでしょ。わかりました。話を聞きたい人もいるけど、あの子がちょっと心配だ。気になった人から話しかけてみよう。引き出す。操作説明。人物の顔をタッチすると発言を聞くことができます。引き出すをタッチしてから話を聞くとより多くの発言を引き出すことができます。なるほどな。そしたらまず一回タッチして、そんで引き出すやってまたタッチしてみるか。ガタ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 、机が揺れてるのかな。そば食べてる。とても話せる状態ではない。大丈夫。怯えないでくれ。何もしないから。震える背中に優しく手を置く。ありがとうございます。少しだけ落ち着いたようだ。後でもう一度話を聞いてみよう。そしたらジョーに行ってみるか。あ、無理なんだ。後でもう一度。
さっきのチャラ男が言ってた通り、うちのバンド雑誌に載る程度に注目されてきてさ。チャラ男はやめてくれよ。ようやくスタートラインに立ったんだ、これからって時に。そのメイク本番用ですか？まさかこんな地味な格好でステージ立ったらファンが泣くぜ。あれで地味なんだ。これ以上があるんだ。新作ができてメンバーと合わせる予定だったんだ。ガッデン！セッションってやつか。連絡は取れないんですか？当然、荷物は全部なくなってるからね。愛用のボンゴもスマホもウィッグもどこにもない。ボンゴ、犯人め、荷物捨ててたらぶっ殺してやる。こんな時に荷物の心配ですか？命と同等に大切なものがあんだよ。ごめんなさい。荷物は全て奪われたか。この作業着の子結構突っ込んでくんね。得意な料理はエッグベネディクトです。料理人か。いえ、シェフでなく主婦です。主婦。うめえ料理作ってくれるんじゃら、同じこっちゃ。そうでしょうか。この人どこから会った気がする。私のこと知ってますか？いえ、覚えがなければ気のせいです。サラさん。え、知ってるんですか？名前だけはさっき聞きましたので。あ、つまり初対面ですね。どこから会ったような気がするけど、喋ってみると全然そんな気がしなくなったな。気のせいか。料理道具処分した方がいいですかね。でも何かに使えるかもしれません。少なくともエッグベネディクトは作れそうですね。やっぱりこんな変な人会ったことないな。確信。ちなみに国語と美術を教えてますよ。へえ、学校の先生ですかい。見えないね。よく言われますね。俺が言えたギリじゃないが、どう見ても怪しいよ。本当に言えたギリじゃないです。先生に謝ってください。おっと、なんだいジョーちゃん。これは失礼を。実は彼女は元教え子でしてね。許してやってください。すごくいい先生なんです。見た目で判断しないでください。やはり見た目は怪しいんですかね。ショックです。人格を判断する材料が少ないからね。おまわりさん、ジョーちゃんのこともよく知らないし。自己紹介します。私たちは後ろめたいことなんて何もないです。これ失礼しました。クールダウンですよ。この事件の心当たり。誰かに恨まれる覚えはないですね。そうっすか。もちろん教え子に恨まれるようなこともないはずですが。いえ、こんな物騒な事件を起こす生徒なんていないと私は信じたいです。こうして卒業後も会いに来てくれる子だっているんですから。最初の試練だって二人で知恵を合わせたから切り抜けられたと思ってます。最初の試練。私は三島先生の元教え子です。今は美大生です。名前は江心直です。三島先生のおかげで今は美大に通ってます。先生はいい人なんです。信じてください。サラさん。私は別に疑ってないが。おまわりさんだけだよ、疑ってたのは。悔い改めてください。そうだね、三島先生は悪くないよ。分かってくれたんすね。でしたら私は何も。最初の試練について。最初の試練ですか。恐ろしかったです。並んだベッドに拘束されて一本の鍵のみで脱出しろというゲームでした。全く同じ内容や。私は三島先生の指示で鍵とヤスリを使って先生の拘束を解いたんです。正直冷静でいられたのは先生のおかげです。信頼。あれは信頼を確かめるゲームだったのか。
なぜ犯人はそんなことをさせる？監視していたのか？あの悪趣味な人の命をもてあそぶゲームを。サラちゃん大丈夫ですか？顔が怒ってます。あ、大丈夫です。あの人は嫌いですけど、サラちゃんはなんだか好きです。あら、お友達を大事にしてくださいね。あとはこれか。これもやったよか。こっちか。野球選手中でも筋トレしすぎで怪我しとうば一軍に上がったことはないがや。方言がめちゃくちゃだよ。この中でもひときわ目立つ人だ。どこの方言ですか？ほんまどこじゃろな。変わった孤児院で育ったもんで、いろいろな方言混ざっとるかもわからんぜよ。もちろん日本の施設やで、国籍もここや。親がちまい時に失踪して出生もよく知らんき。丁寧に話せば直せないこともないぜ。ちなみに野球にはポジションがあるはずだけど。ピッチャーや。打撃も自信あるち、セリーグ行けて運がええわ。よくわからないけど、つまりボールを投げるのも、バットでボールを打ち返すのも得意ってこと？まあそういうこっちゃ。野球はよくわからないけど、かなりの力自慢らしい。久々の復帰試合やったから浮かれてたんやろな。酒飲んでからの記憶がないんじゃ。で起きたらこんなところで首はつけとったわけよ。たく、犬ちゃうで。ガンナジー、けったくそ取れねえし、これを。何語？あとはないっすね。この子かな。まだ話せる状態ではない。引き出すか。あ、もう引き出す押してたわ。あれ、俺自己紹介したっけ。俺の名前は篠木刑事だ。警察官やってまーす。だからおまわりさんがどうのって言ってたのか。は？警察？そうだよ。だからおまわりさんを困らせないように。まあ巡査じゃないけどね。だったら最初からそう言ってくれよ。事件の捜査中に拉致されちゃったからね。明かすタイミングが難しいんだ。警戒して損したぜ。たくよ、信じすぎ。もしかしたらその犯人グループに捕まっちゃったのかね。犯人グループとは？ケチな窃盗グループだよ。今回の事件とは関係ないと思うんだがな。同僚の人はここにいないんですか？いないね。全員が2人組で連れてこられたわけではないのか。サラはストーカー被害に悩んでたんだ。それであの日は一緒に家まで行った。異変が起きてた。俺たちは警察に電話したけど、サラの悲鳴が聞こえて2階へ行こうとしたんだ。そこには立ち尽くすストーカー野郎がいた。そんな話初めて聞いたぞ。言うタイミングがなくて。で俺は勇気を振り絞って殴りかかんだった。まあ喧嘩は辛口ダメだからよ。勝った記憶がないってことは負けたんだろうな。だから俺はそのストーカーがこの事件の犯人だって分かってんだ。面白い。続けて。悪いけどそこまでだ。気絶しちまったから。でもさ、こんなのストーカー野郎一人でできる芸当じゃないよな。組織的な犯行だろう、おまわりさん。かもねー。この中にいねえのかな。被害者のふりして紛れ込んだ犯人の一味が。え？ちょっと空気悪くしないでよ。んだよ、笑うところか。ないとは言い切れな。お前面白いな。俺こいつ嫌い。この中に犯人の一味があるんだろうか、そんなこと。僕もそろそろ自己紹介した方がいいよね。
じゃあ僕も空気読むわん。それが大人の対応ってやつにゃん。じゃあこっちからで。僕の名前は日和荘、フリーターなんだ。その日暮らしってやつにゃん。きついこと言うな。一応わずかだけど貯金もしてるよ。すぐに身分を明かさなかった理由は、もちろんジョー君と同じく警戒もあったし、フリーターっていうのもちょっと恥ずかしいしね。適当に嘘つけばいいにゃん。バカ正直だにゃん。ワン、いいよそれは。そんな人信用できないだろ。ずっとニコニコしている。優しいというより気が弱そうな感じだ。ニコニコしてるか。ちょっとそんなに気の毒そうな目で見ないでほしいな。サラさんはたくましそうでいいね。羨ましいよ。それよりちょっと聞きたいことが。この事件の心当たり、なんだかとりあえずって感じで聞いてない？心当たりか。さっぱりないよ。喧嘩はすぐ謝るから無縁だし、誰かに恨まれるほど存在感を発した時もないからね。親不幸なことしてるなーなんて考える日もあるけど、親は随分僕を甘やかしてくれてね。ああ、いい加減自立しないとね。なんかごめんね、大したことは覚えてないんだ。それは私たちも一緒です。そっか。気にすることねえっすよ。トリマ帰ったら就職するといいにゃ。就活、定職。目先の恐怖と将来の不安でだいぶ参っているようだ。僕も空気読むにゃん。僕の名前はいぶし銀腕、小学6年生だにゃん。よく自己紹介できたな、坊主。子供扱いすんな。お前ら大したことなさそうな奴らだから自己紹介してやったわ。なんでこんなところに連れてこられたのか、何か覚えてることはあるか？ないわ。お母さんの帰りが遅かったから寝ずに待ってたわ。インターホンが鳴ったから帰ってきたと思ってドア開けたにゃ。違う大人がそこに立ってたにゃ。そこから何も覚えてないわ。そっか。銀。そんな目するなわ。僕は強い男の子だにゃ。強がっているが本当は怖いんだろう。みんなで力を合わせて帰ろう。にゃ、力を合わせてか。ワンワン。そうさ、悪い大人ばかりじゃないんだぞ、銀くん。信じていいのかにゃ。もちろんだ。じゃあサラ姉ちゃんだけは信じてやるわ。おねしょた。まさか兄ちゃんだったわ。寄らないでくるにゃん。そんなわけないだろ。弟がいたらこんな感じに呼ばれるんだろうか。大丈夫？落ち着いたら少し話を聞かせてくれないか。私木槌カンナって言います。会話はできるようになったか。できるようになったか。カンナのことをもっと教えてくれるか。はい。私中学生です。それから冷凍。焦らなくて大丈夫だ。お姉ちゃんと学校の帰りにアイス食べて、夕飯食べれるかななんて話しながら歩いてただけなんです。突然道路に止めてあった黒い車から怖い人たちが。そうか、ひどい目にあったな。はい。お姉ちゃんか。今の話だと二人揃って捕まったように聞こえるけど、ここにはカンナ一人しかいない。まさか失敗した？なんとなくだけど今はそこに触れたらまずい気がする。ここへ来てからのことを聞く。ここへ来てからのことを話してくれるか。ここ来てからお姉ちゃんが。死んじゃったお姉ちゃんが。なんで、どうして私のせいで。お姉ちゃんが、2回目。
サラ、カンナの様子はどうだ？気を失ってるみたいです。クソ、マジ許せねえ。死んだだと。この子は何したっつうんだよ。犯人には人の心がねえのかよ。どうやらこれは冗談やドッキリじゃないみたいだね。もう嫌です、ひどすぎますよこんなの。おいおい、みんな取り乱すなって。おまわりさんはここにいるんだから。なあ刑事さん、頼りはあんたら、俺たちはどうすりゃいい？ずいぶん態度が変わったね。とりあえずあれだ、お互いここで手に入れたものを確認しないか。いい案ですね。ザッツちょうどへ言おうと思ってたんさ、こんなもん拾ってよ。何？でっかい箱だにゃ。スイカ一つは入りそうですね。これは最初の試練で。そうじゃ、むしろこの箱を持っていくんが最初の試練の内容だったんやが。え、最初の試練って内容違う人もいるのか？その話は後、まずはこの箱を開けてみようか。あかんぜよ、鍵穴があるっちゃきに。サラちゃん、何か手はないかな？え、私っすか？その戸惑う感じが面白いからね。もはや理由になってないな。操作説明。アイテムをタッチすると所持してるアイテムを誰か（何か）に使うことができます。赤色の鍵。スイカが入りそうなほど大きな箱だ。これだ！鍵はしっかりと鍵穴にはまった。嘘。3つの鍵穴があるということは、私たちの鍵も使えますか？持ってるんか？試してみましょう。あとカンナちゃんももしかしたら。カンナの服から赤い鍵を手に入れた。削ってないけど試してみよう。よーし、危ないかもしれないし、おまわりさんに任せて。開いたねー。何が入ってますか？あー、見ない方がいいかも。そこにあったのは人の頭だ。マジかよ。待って、それ人形じゃない？君リレセやな。え、あ、本当だ。ん、これは手紙？びっくりした、カンナのお姉ちゃんの首かと思った。体を見つけて私を返して、手も足もないから。体を見つけて、体がどこかにあるのでしょうか？見つける必要なんかあるのかにゃ、こんなの罠だわ。そうだね、手紙通りにする必要はないと思うけど、そろそろこの部屋以外も探索してみようか。危なくないっすか？帰りてえしな、じっとしてもいらねんちゅうか。数人でまとまって動こうぜ。誰か怪しい動きがないようにだろう。うふふ、怖いでしゅ。最初の試練みたく恐ろしい仕掛けがあったら。なら、ナオと私でカンナを見ておくよ。お前ら危険だったらとりあえずここに戻ってこい。それじゃあ私は誰と行動しようか。ジョー、信用できそうな人、見張るべき怪しい人、単独行動。まあ普通はジョーを選ぶんでしょうけど。じゃあジョーで。普通なんで。ジョー、私と一緒に探索に行こう。バリ、俺刑事さんと行くわ。え、そっちの？え、そうか。なぜ刑事さんと？ねえサラさん、一緒に探索行かない？え、ごめん、信用できないなら別にいいんだけど。そんなことないですけど。そっか、ならよかった。僕はサラさんのこと信用してるよ。で、簡単に信用なんて言葉使うから怪しく見られるんだよね。ですから別に孫さんは怪しく見てないですよ。よーし、それぞれ大怪我しない程度に探索を始めましょうか。情報は共有するようにね。ここでやっと対話が終わるのか。